皆さん、こんにちは。デオファイナンシャルプランナー、藤井です。今日はですね、皆さんに一つお願いがあって、この動画を撮っています。えっ、ー、と、まあ、僕とね、関わった方で、なおかつ、あの、ぜひお願いしたいなと思う方にね、この動画をお送りしています。えっ、ー、と、今ですね、私の関わっている会社というか、まあ、 保険代理店にもなるんですけど FP 事務所でですね、えー、とベンチマークライフっていう会社があるんですねでそこで、えー、とインターネットを使って全国の皆さんにあの学費準備の絶対失敗しない学費準備っていうことで、えー、とキャンペーンをやってるんですね。 で、えっと、動画を、えっと、全4つの動画を見てその学費準備に対する考え方を学んでいくっていうね、えっとまあ、教育コンテンツを作っているんですが今日は皆さんに、えっと、そのご紹介をしていただきたいなというお願いでございます、えっと、お子さんのやり方特に小学生、まあ、以下とかですねぐらいの 方にはねぜひとも見てていたただきたくてなぜかというと、僕もライフプランを、ライフプランって言ってですね、将来の例えば30年先とか40年先の収支を見た上で、えー、それを全て総合的に加味した上で、えー、お家を買っても問題ないかとか、お家を買ったとしても教育費、例えばお子さん2人いたら教育費もきちんとね、えー、や,れやりくりできるからお家買ってもいいよとかっていう、そういうライフプランを してたりするんですねで僕のが見てきた中でもそして今回僕ももちろんこういう動画に出てますし僕の師匠である動画ねっていうファイナンシャルプランナーがいるんですけどその先生もですね、まあ、年間500人ぐらいだからこれ10年続けてるんで今まで6,000人はい、えー、年間えー、っと そうですね、はいえー、5,000人かぐらいの人とですねそれも特に子育て中の奥さんとかに出会ってきてよく言うんですが93%の人が学資準備の方法についてもしくは考え方について間違えてるっていうのがあってですねそれを学んでいただくコンテンツ、えー、になるんですねで、えー、と一切お金もあの見ていただく人にはかかりません。 えー、その後ですね、こういう、えー、オファーをさせてもらったりするんですけど、そこには確かにセールスはかかっちゃいますけど、えー、っと、全4回の動画すべて無料で見れます。ですから、もしあなたのですね、えー、っと、メディア媒体ですね、メディア、メディアと媒体でしょうが、メディアに、例えばブログだったりとか、Facebook、うん、だったりとか、あとはぜひ、えー、LINE のタイムラインってあるじゃないですか。 あそこにまあ僕がプロデュースしているし僕も出てますしあのお子さんがいるね、えー、家庭であれば絶対に学びになるいいものになっていますのでぜひね、えー、ご紹介のご協力をお願いしたいなと思っております、えー、とまとめて言うと、えー「絶対失敗しない学費準備の方法」という動画プログラムになっていてぜひあなたに SNSLINE とか Facebook あとはブログ を含めて、えー、ご紹介してていいいたただきたいなぁと思っていますで紹介文もこちらでは持ってますしただまあ僕は紹介文だと僕の色が入っちゃってるのであなたがね、えー、ご自身で感じられてるまあ僕の印象だったりとかあ学費に関する考え方について、えー、少し書いていただいてでえー、っと ぜひ登録してみてくださいみたいな感じでですね、えー、やっていただけないかなというお願いでございます。えー、何かしらねお礼は、お礼はさせていただきたいなと思いますので、ぜひともご協力いただけると幸いです。はい。で、またですね、皆さん、どこかリアルでね、お会いすることもあろうかと思うので、その時は藤井、よろしくお願いいたします。失礼します。